えー、NHK の E テレで毎週木曜日にやってる「バリバラ」っていう番組があるんですけども2回にわたってブラックの特集やったのをご覧になった方多いと思うんですけどもこのチャンネルの視聴者の方なら多分出演者の名前で Google 検索してみたんじゃないですかねやっぱり解放同盟関係の方でしたねでなんでああなってしまうかっていうところなんですよね で、実は私も NHK から取材というか話を聞かれたことは以前ありまして、電話だったりとか、あと、なんだとか朝のニュース番組のディレクターの人から渋谷あたりで話を聞かれたことあったんですけども、そもそもね、ブラック問題がよくわかんないっていう反応で、で、まあ僕はいろいろディープな情報を教えると、うーんっていう感じで、で、やっぱちょっとこれまずいかなっていうことで、没になるっていう、まあそういうパターンなんですよね。 それで、まあ、それでもね、バリバラは、まあ、一応やり遂げたっていうところで、まあ、相当あの辺が限界なのかなと思うんですけども、例えばね、 これが人人権連の人出すとするじゃないですかすかるとやっぱあの団体なんだかんだで共産党系なのでイデオロギーがかってしまうのと人権連って結局アンチ解放同盟っていう経緯でできた団体なんで内容がもうまるっきり反解放同盟になってしまうと。でそれも NHK としてはまずい。 じゃあニュートラルなところで童話会出すかなっていうところになると童話会は童話会でねなんかパンチパーマかけてねスーツに金色の菊のバッジつけてて指がなかったりとかまあそういう人がぶっちゃり多いんですよ童話会って。でそういう人を出すと逆にこれね偏見を煽ってしまわないかっていうことになってしまうしじゃあしょうがない解放同盟かっていうところになると。 例えば山口県人権ケアセンターの川口君みたいなエキセントリックな人を出すとそれもそれでまずいわけですよ。ということでやっぱ門岡さん周囲の比較的穏健な人を出したとそれで、えー、もうブラックというものは、うん、得た否認 <laughs> というものを起源としてていまだに差別されてなんか結婚差別になんか緑の血がどうたらとか言ってたけどもまあでもそれ以前にね うんやっぱり解放同盟員っていうところでドン引きされてしまうわけですよ。大阪なんかだと解放同盟の中に相当暴力団が入ってたってのはこれ事実だし、で、2005年の明日カカ事件でついにそれがもう爆発して、いろいろ明るみになってしまいますよね。すると、 やっぱし解放同盟っていうと反社会的勢力みたいな扱いになって、公式的に、公式にはそうじゃないんですよ。でもやっぱし市民の認識としてそうなので、企業としてもね、扱いに困ってしまう。だから市民へのインタビュー、なんかもう反応が微妙だったでしょ、あれ <laughs>。うん。まあ、そもそもね、大阪の市民でさえその部落とかそういうものの事情っていうのを必ずしも詳しく知らないっていう面もあるし、 まあ、仮に知ってたとしても、いざ聞かれて言っていいのかなっていうことになると思うんですよ。うん、まあ、もちろん中にはね、ボロクソに言う人もいるんだけどで、そういう人はやっぱ放送に載せられないんですよね。だからね、まあ、あの放送に出てない部分でいろいろ NHK のね、えー、制作陣にも苦労はあったと思うんですよ。もう結局あの辺が限界かなっていうふうに思うんですね。 で何わ部落なんですけども、ここはま,あまた面白いんですよ。えっ、ー、と、下の、えー、この動画の説明欄に、えー、アドレス載せておきますけどもえ、何はについてはね、探訪動画はないんですけども、テキストのサイトの方で写真とかその地,地域の説明とか詳しい人と一緒に回った様子を載せてますので、そちらの方を参考にしていただければいいと思います。まあ、何はに関してはね、まあ、部落ではあるんですよ。 えー、実際に、江、え、田、ー、村っていう風にね、江戸時代の絵図に記録してたし、まあ5000人ぐらいいたって言われてるんですよね、江戸時代でさえ。ところがまあその後は、えー、まあ大正時代にね、逆に今度は人口が1万4000とかに増えて、で、さらにもう隣接地域も広がって、もう何は西成道童話地区っていうのが形成して、それが4000ぐらい、4万人ぐらいになってるんですね。で、さらに、 戦争でいったも焼け野原になって、で、復員してきた人とか、あと、今の日本橋の辺りにあった長町っていう部落からも人が流れてきて、それで、まあ沖縄の人とか在日コリアンとかもでもう相当しっちゃかめっちゃかなんです、あの地域は。で、童話対策でものすごく整備されて、また、ちょっとね、いろいろインフラがオーバースペックなような状態になったとし、なったというところがあって、ただ、あそこは被差別部落って、 というカテゴリーで言うというのはなかなか難しいところがあって、都市スラムなんですね、非常に大規模な元は。うん、ということで、そのあたりもまあ説明していますので、えー、一度ご覧になっていただければと思います。それでは今日の啓発動画でした。